これ御殿場海岸、今日は魚じゃなくてハマグリを狙います。これで安です。ヤスで刺してハマグリを見つけます。海苔の養殖がありますね。海苔の養殖。違うな。違う。あった。ハマグリ見つけた。違う。あった。ハマグリ。ん？あった。これ結構でかい。でかい。よし。結構深いな。うん、いいサイズ。結構深いな。でかい。いいハマグリ。これめっちゃ疲れる。めっちゃ腕が痛い。めっちゃ腕が痛いけど、ある程度刺さなきゃハマグリがいる深さまでは刺さらないんで、力は必要ですね。これでかいんじゃない？これでかい。いいサイズのハマグリ。いいね。でかい。これでかい。あ、でかい。
違うな、これ。うわ、化け物や。紛らわしいけど、こいつは違うんですよね。こいつはバカガイ、ハマグリじゃありません。こうやってハマグリじゃないやつはヤスに貫通してしまいます。かわいそう。これ偽物か。あ、違うわ。これよ、あれか。これはハマグリか。うわ、カニが出てきた。かわいそう。貫通した？いや、貫通してない。うわ、なんか珍しいカニやな、これ。今日何回も貫通したんすぎ中に。ああ、しんど。ああ、しんどいな、これ。ふう。これ楽やわ。体力使わんし、深いとこまで探れる。相当深いとこにおるな。めっちゃ深いとこにおる。これ見て、めっちゃ深い。深いところにおりますな。拾った。このスタイルにどこにそのスコップを持っとくかな。おいおいおい、来たで。ああ、しっかり。
落ちた、ほんまに落ちた。もう時刻は2時、もう干潮から潮を上げてきてますね。そろそろ潮時です。最後の1個、これで終わりましょう。最後のハマグリゲットです。空のペットボトル持ってきてます。ここに海水を入れて持って帰ります。全部で20個ぐらいかな。いや、もっとあるか。30ぐらいありそう。今日の釣果、20個ぐらいかな。これが一番でかいかな。言うてもこれでも6センチか。一番でかいので6センチぐらい。ここで海から持ってきた海水を入れる。そうすると砂を吐いてくれます。ちょっと貝が浸かるぐらい。暗い方が砂を吐くんで蓋を閉めておきます。で帰る。